皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの学校見学会のお知らせです。対象は中学生とその保護者となっています。日時は令和4年10月8日の土曜日。受付が8時40分から9時20分。その後ガイダンスがあります。ガイダンスが9時20分から9時40分。ここに全体会と書いてある部分は全体が一つの場所で行うもので、書いてない部分はそれぞれグループに分かれて行うようです。ガイダンスが9時20分から9時40分、授業見学9時40分から10時25分になっています。その後学校紹介が10時30分から11時、これは全体会になっています。でコース説明が2回あります。11時10分から11時30分で、2回目が11時40分から12時、このようになっていますね。でその間にミニコンサート、11時40分から12時30分、個別相談は11時10分から12時30分までそれぞれ行っています。持ち物、上履き、筆記用具、申し込みは同校のホームページから、申し込んでください。なお会場には駐車場がないので、公共交通機関で来るか、近くの駐車場において参加すると、そういう形を取っていただくようです。今回は沼津市にあります東洋高校さんの学校見学会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。